メディアを再生する随地144-89のセル平面でランダムに初期配置された車が次第に渋滞を作る様子。車の密度は60%。中央の再生ボタンを押すことで初期配置から渋滞になるまでの様子を動画で見ることができる。ビハム・ミドルトン・レビン交通モデルは自己組織化セルオートマトンの交通モデルである。 単純なルールでありながら複雑な振る舞いによりセルの流れがあたかも交通渋滞のように見える点に特徴がある。このモデルは1992年にオファービファム、エーアラン・ミドルトン、ドブレビンにより論文に発表された。ビファムは当時シラキュース大学の助教授だった。ビファムらは交通密度が増加するとそれまで滑らかに安定状態だった流れが突然 完全な渋滞になることを発見した。2004年、マイクロソフトリサーチのライサドソーザは、ある条件では、渋滞と流動が周期的に繰り返される中間的な状態となることを発見した。このモデルでは、平面が細かい格子に分けられており、初期状態では、青い車と赤い車がセルの中にランダムに配置されている。そして、青い車が動く順番と、 赤い車が動く順番が交互に訪れる。青い車が動く順番では、すべての青い車が一斉に一つ下のセルに移動する。ただし下のセルに他の車がいる場合は、そのままその位置に止まる。平面の元は平面の上につながっているので、下端の青い車は上端に移動する。赤い車が動く順番では、すべての 赤い車が一斉に一つ右隣のセルに移動する。多くの場合、青の順番と赤の順番をセットで一回と数える。図に BML モデルの説明図5号の格子の例で説明する。図に載さずの状態から始まり、次が青の順番だった場合、青1の下は空いているので、青1は下に移動する。青2の下には、 1> 赤1がいるので、青二は移動しない。青3の下には、青4がいるので移動できない。青5、青6も移動できない。青7は最下部だが、この下は最上部に繋がっているので、青7は一番上に移動する。結果として、図二の中央図の状態となる。この次は、赤の順番となり、赤4と赤5以外は一つ右に移動でき、結果として、 図ぎの渦の状態となる。モデルがシンプルであるにもかかわらず、この交通モデルでは、すべての車が停止することなく、動く、自由流動段階と、すべての車が停止する、渋滞段階という、両極端な段階に到達する場合が多い。まさかた講師の場合、車の密度が32%を下回ると自由流動段階に32、32%を上回ると、 渋滞段階になりやすい図3と図4は同じ200-200の格子であるが、図3は車の密度が30%、図4は36%に設定してある。図3は初期にはランダムであるが、だんだんと赤と青の層に分かれていき、やがてすべての車が停止することなく移動する段階、すなわち自由流動段階になる。一方で、 図4も初期にはランダムだが、だんだんと渋滞がひどくなって、ついにはすべての車が停止した段階、つまり渋滞段階となる。次の図ごと図6は初期状態から自由流動段階、あるいは渋滞段階になるまでを表した動画である。中間段階は自由流動段階と渋滞段階が切り替わる密度に近いところで発生し、 部分的に自由流動の部分と渋滞の部分とが混在する。中間状態には2種類ある。一つは、移動する車同士に一定の車間ができて整然と移動する周期的状態である。もう一つは、車間が無秩序に変化する無秩序状態である。それに加えて、広範囲な渋滞の部分があるので、中間状態は、π、d Ti, Good Job の3箇所を含む場合が多い。 マサカタが中間状態になる場合、一般には無秩序となりやすいが、2008年にはマサカタでも周期的な中間状態となる条件が見つかっている。このモデルでは右から出た車が左に、下から出た車が上に移動するため、これが交通の流れに影響する。領域の2辺のコー数が互いに元の場合に中間状態となると、 周期的部分が多く渋滞部分が少ない状態になりやすい。逆に、二辺の格子数が共通の約数を持つ場合、渋滞が生じやすく、結果として無秩序部分が多くなる。このモデルは、右辺と左辺、上辺と下辺がまっすぐ繋がった状態について解析されることが多いが、ねじって接続した場合についても研究されている。2009年、 セビリア大学のカンポーララは、このモデルの境界条件をトーラス構造。つまり、本来のルール通り、クラインの壺構造。青い車が下場の下に移動する場合、上端の左右が反対の位置に出現させる。例えば前期の図に載さずで説明するなら、青7の車は1行目5列目ではなく、1行目1列目の位置に出現させる。赤い車の動きは、 本来のルール通りとする実写 A 平面構造に加えて赤い車が右端から右に移動する場合に左端の上下が反対の位置に出現させるの3つで横軸を密度縦軸を車の移動度で表したグラフの減少速度について検討したその結果クラインのツボ構造ではトーラス構造よりも移動度の減少速度がわずかに速く 実写 A 平面構造では、トーラス構造よりも、移動度の減少速度が、わずかに、遅いことが、明らかになった。2010年、中国科学技術大学のテ中ナカトシラは、可変と、右辺から出ていく車はそのまま削除し、新しい車を上辺と左辺のランダムな位置に、追加していく場合についての研究を行った。このルール変更が与える影響は大きく、 渋滞となる領域が右下の区形部分に集中し、その外側は自由流動となる渋滞部分が複雑な構造とならず、青い車の領域と赤い車の領域がほぼ一つにまとまってしまうという特徴がある。このモデルは単純だが厳密な解析は非常に困難である。このモデルに対する数学的証明はこれまでのところ、 パラメーターが極端な値の場合に限定されて行われている。2005年4月、ブリティッシュコロンビア大学のエンジェルらは密度が1に近い場合、常に渋滞が発生することを厳密に証明した。2006年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のティム・オースティンらは、NN の正方向子の場合、車の数が N? に以下であれば、常に すべての車が停止することなく移動できる状態になることを発見した。ありがとうございます。